あのあのみんなやってるんですよけどそこの部屋でも曲をやってるしあのもう一つ向こうのレッスン場の方でもレッスン場の方ではスピーカーで音かけてるからどっちにしてもどっちの音も聞こえるんですよ他の人もいますよ全然やってない人とかあの見てたりしてたユニットをそうなんですよ亀のじです千秋楽お疲れ様たくさんありがとうございますマジで終わりたたくなかった センター見れて嬉しかったえ。ありがとうございます。今日も最後あの初日公演で、あの7番手から始まって、最後がセンターでセンターをやらせていただいて、センターで終わる終わって良かったです。めっちゃ！あのいいって言ってくださる方とか多くて良かったです。 最新スピーカーでジオンボイスさすがにしんどい <laughs> 恐怖大変なんですよどう思いますなんか変なんですよねえめっちゃ泣いてる人いましたジオンもそれにつられ泣きしそうになったそう結構そうみんなあのまず幕開いた時に泣いてる人もいるし最後夢色で泣いてる人もいるしみたいな めっちゃめっちゃ泣いてる方とか多くてそれにジオンもつられそうになってうん泣きそうになったけど笑顔で終わりたいなって思ってあんまあのうわーって感じではなかったです涙目になってた時もありましたそうそう昼から泣いてた方もいてもうジオンもそれ昼から泣きそうになった <laughs> 最近,こ最近公園行けてなさすぎて辛いえー、また来てください確かに幕開いた時にブワーってなりますよねね <laughs> 非常にいい二人だねありがとうございますベレー帽めっちゃ可愛かったええー、そうあの衣装とかもいいって言ってくださってめっちゃいいですねよかったですそ,それも あの2回まいちゃんたちがあの終わった時の次の公演からセンターになるっていうのを決まってからあかりさんが決めてくださって選んでくださってジオンにもうかわいいってなりましたあんな衣装 <laughs> 死ぬ誰だい誰だい誰だいあ待って ドア閉めないと音聞ここえるかもあそこ声出しダメやのにマック入った時ジオンセンターやんって声出そうになったとかめちゃくちゃええー、マジですか言ったラブ資料から泣いてましたセンターの衣装大大大大,大好きええー、ジオンも <laughs> マジですか違うポジかなって予想してたマジですかだ誰でしょう今日の 本日の主役ですね。本日の主役。やっおおめたんおめたんたンおめ。誰が一番やった？何が？お誕生日おめでとう。マジでよ。<laughs> 一番の自信しかないもん。マジで。これいつか話そう。うマジで話そう。いつか話すよ。いつか話します。プレゼントあげてないですまだ。であでも。 みんなにケーキもらってそう。早教レッスン終わりに。<う>あの。みんなで、あの。集まって。私も一緒に。そう、また。またそこで話そう。そうですね。今ジオン先生呼んでこよって言ったんだけど。待って死ぬ。みんな。<laughs> そう一緒にな。新曲してて。そう、新曲。 今、あ、ちょっとジオ先生呼んでくる。ね <laughs>、死ぬ <laughs> っ<て>。そう、ショールームしてました。そう、ジオ、あの、昨日二回公演やったから、三十分は死ぬためなんですよ。T. シャツ。だから。けどねやったー。じっちゃんに。せったの T. シャツをあげます。考えたよ、ね。十八歳のに服に十九って書いてるやんやってえどこ。これ。お、違う、違う、これ二千十九とかす、えー。えー、千九百六十九です。<laughs> <laughs> <laughs> 違うよ。 新曲も覚えたよねそうけどめっちゃ難しいよ難しいしの。今までで一番難しいぐらい本当にそうセまあでもあれやったことないからナストビーナーとか確かに私どんなんかがわからへんけどもっちゃんの生誕って一応もう一緒に頑張るって考えましたおっきい桃の第一弾をバカにしてきたからねああああバカにはしてないよ そうんん、ね、うん行く終わったら行きますバイバイカットで <laughs> そうもうマウントを取りたかった1番って <laughs> そう,そうブランコのやつきの動画2個作ってブランコのやつ最後にやったんですけど木合わなさすぎてびっくりしました久しぶりにあの動画見たけど。 昨日めちゃめちゃ楽しかったってよかったです「マストビーナーをやったから分からへんあやってないから分からへんけど多分見た感じなんかそれどうやろうどっちの方が難しいんやろうそう生誕って以上も一緒に考えましたちょっとだけ新新曲クラップできるパートあるえ 待って待って待って D メロあ、ここまでやったらできるんじゃないですかえけどしだれ柳みたいな感じじゃないんかな思う気持ちが折れないように足元踏ん張っててもいやーどうなんですかねこれは多分その人の捉え方にもよるかもしれないです お願いしてもいい何ですかそう八期生八期生誰と仲いいうーん、ま、こっちかな、ま、こっちが一番話してるかもしれないですそうしだれ柳のクラップを得しようそうなんや <laughs> 昨日の夜ゆるビーのこと考えてずっと泣いてたのにジオンが作った動画のせいで30回ぐらい泣きました死ぬ生きる <laughs> そうジオン2個作ったんですよもう一つなんかめっちゃなんかピーナッツ振ってるわいパク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  <laughs> そう2つ作ったんで2つとも見てほしかったけどあれですね1つのぼけました あの展開のやつで終わっててめっちゃ面白いんですよ <laughs> さやちゃんはさやちゃんもよく話しますめっちゃ、まあ、こっちそうですねめっちゃ似てますめっちゃ似てますめっちゃ話してましたねそれそううーんかりんさんの好きなところを聞きたいえっとめっちゃ優しくてめっちゃ優しくてなんか 引っ張ってくださってなんかめっちゃ周りのなんかいつでも周りを見てるところがすごいなって思ってそこが好きですあとめっちゃいい匂いのところですめっちゃいい匂いですかりんさんの匂い大好きですくん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  <laughs> ドーナツドーナツ誰が結局食べたの分からへんななんか 見てない間にみんなが取って行ってて、それでなんか余っなんかえ分からへん誰が食べたんやろう結局誰が食べたかわからないんですねあれ <laughs> そう鬼の面の子やそうですねそう運動神経すごい子先週キャンマチやってたけど体調崩してえー、マジですか確かにこの時期あれですよね。 そう流行ってるからまた増えたしめっちゃ十11月ごろとか言ったら結構減ってましたよねなんか2桁とか3桁ぐらいやったのにまたいきなり2万とか超えてましたよねこの前東京がだからすごい大変やなって「ジオンちゃん日に日に可愛いましてる好きです」 ま、早くまた公演会いに来たえー、またじゃー B2 の時に来てくださいねジオンが出る時にジオンちゃんの匂いも好きって言われててそうですなんか言ってくださっててえそうだからええー、みたいなえそうなんか一回10周年かなぐらいの時に話してたんですあ違う違う十初夏ぐらいになんかコンサ初夏のコンサートの時とか次世代かなんかその辺の時にあの衣装を 部屋でコンサートの時の一装部屋でなんかかりんさんと隣やったんですけどなんかいつもなんかいい匂いするよなみたいなの言ってくださってえカかりんさんの方がいい匂いですよっていうなんかそれをなんか話してましたそう昨日ってなだっけコアタンは卒業しちゃったので来てなかったんですけどマイティはリハーサルあってけどアンジュちゃんが夜の公演見てました見てくれてました そう昼の公園で歌声いいなって思ったジュンですかどこがえーそれは嬉しいですジュン何味食べたジュンはクッキークリームみたいなやつを食べました僕らも食べたえ、そうなんですか死ぬ <laughs> えーおそろっちですかフロンティア千秋楽公園 いつなんですかねわからないですけど絶対摂取楽はあると思いますよいつの香りがしそうジオンは多分ジオンの匂い多分あのオイル髪の毛につけてるオイルなんですよあとシャンプーとかそうそのやつの匂いなんかなって思うんですよみっちゃんめっちゃいい匂いですみよちゃんいい匂いみよちゃんの匂い大好きクンクンクンンじゃあにおいフチなんですよ 千秋楽最後のスピーチちゃんあのなんか「総括」みたいな時に一人ずつ言っていくとかってあれもう後悔しかないですほんまに後悔しかなくてなんか考えてたんですよちゃんとけどなんか緊張しちゃって全部飛んじゃってそれでなんかヤバかったです <laughs> もっちゃんはいいねなんかももかちゃんはあの一緒にいすぎてよあのずっと一緒にいすぎてもうなんか お互いなんかどんな匂いか分からんみたいなシャンプーとかのあの匂いとかはあれなんですけどそうなんかもうい一緒にいすぎて <laughs> <laughs> そうなんですよそうもうなんかマジでそうチヨンのあれはやばかったんですよね昨日の総括 <laughs> の時。 なんか一緒に言いすぎたらなんかあれですよねそう匂いわからんくなったりとかあの自分の家がなんかじゃ例えば誰かが家に遊びに来たとしてかその子はいい匂いって言ってくれるけどえどんな匂いってなるっていう感じと一緒です <laughs> そうなるの分,分かる人おるか分からへんけどそうそんな感じです昔あったんですよたとえ100点えですよね 合ってますよね、この、あれ <laughs> 寒くないえ、暑いです、ここ <laughs> 暑いです友達の家の匂いってあるそうですね、めっちゃありますけどももかちゃんもいい匂いでした最初最初の、あの、最初みんなでお泊まりしてた時とかあったんですけどそ,その時はめっちゃいい匂いって、なってました そう最近はもう一緒にいすぎて何もないけどそう <laughs> あのオイルオイルのやつ一緒の一緒のやつ使ってるんですよオイルの匂いのやつがそうだからそうそれの匂いで一緒って多分一緒 <laughs> もう一緒にいすぎてうん千秋楽の最後のコメント泣きすぎて顔見れんかったそうなんですかそう 千秋楽楽ってなんかもうないって考えたらやばいですよねなんかもう嫌だあ隠れちゃったっで、ね、そうもうまだまだありますよねってなっちゃう <laughs> そう友達いたんですね失礼な、ね、友達いますよ <laughs> そう学校行ってもいっぱいのこといます リバイバイルジオンもやりたいですうんうんうんえ最後の拍手えぐかったですよねやばかったですほんまに夜公演のあの夢色終わりの夢色終わった時にあの曲終わりにパあのパチパチパチって拍手を皆さんがやってくださってあの音がもうやばすぎてもうほんまにびっくりしました なんかそれで最後バーッてなっちゃいそうになって,きてそう次のミルドルジオンイメキスかそうなんかジオンもやりたかったんですよイメキスけどなんか年齢がなんかあんまり合ってないよなってなってでなんかダンスうまいしそっちになろうやろうってなってそっちになったらしいんですよえー、やりたかった最後に最後までいつか最後 千秋楽までにやりたかった一回は。泣いてるところアイドリングで見られるの恥ずかしいし、これからは一生笑ってたいです。<laughs> 難しく、あ、間違えた。恥ずかしくないですよ。昨日たくさん泣いたこといたんで。また10年後に復活待ってます。10年後ですか <laughs> ?10 年後ですか もう多分1ヶ月後にやりたいぐらい月1 <laughs> でいいんでやりたいですほんまに終わった実感ほんまにないわかへんまだありそうな感じするもんちっちゃんの出てる NBA 公演見れなかったのが心残りですえー、マジですか見てほしかったですダンスマまいからなセンターにやったそう エンドロールも、エンドロールがだから一番だっ、うん、たんですよ最初あの、ずっと自分バナナしたいって言っててで最後にみゆちゃんとしたいってずっと言ってたんですよで昼公演ほんマはみゆちゃん出る予定やったじゃないですかだからほんマは昼公演でだか今だから言える話なんですけど昼公演でほんマはみゆちゃんと一緒にバナナをする予定やったんですよけど無理になっちゃいました そうそうセンターに戻る約束は果たしたそうですよ年齢そう年齢です B2 の練習は順調順調です順調ですジュンがセンターでよかったって思える公演でしたやったーありがとうございますやったやったそうなんですよ そうマジでジオンも一緒にみゆちゃんとやりたくてもうずっとやりたいってずっと言ってたんですよいつやろうあのだからけどジオンたちが一緒に最後やったのがその折りマイちゃんとアンジュちゃんが最後の時にの公演なんですよそうだからそこがほんまはなんかなんて言うんですかそその時が最後って思わないじゃないですか だからなんかその時にもうホンに2人ともうるうるになってたんですよそでまたできるかなっていう話をしててずっとやりたいやりたいってずっとマネージャーさんにも言っててじゃあや,やるってなってすぐみゆちゃんにメールしてうわーやったーって2人で喜んでたのに結局できなかったっていうそうだからあの着替え終わって早、はい、着替え終わってバナナ見てたんですけど横であの。 テレビみたいなのがあってそこから見てたんですけどもう一人で泣きそうになっちゃいましたそう「じっちゃん先端のウィルドルが一番好きええー!」そうやって言ってくれるのが本当に嬉しいです <laughs> そうバナナねシオンと違うと <laughs> シオンと違う今日声低いんですよもう喉ガラガラ <laughs> そう けど、マジでまたやれる機会があったら絶対やりたいです。バナナがあったら絶対二人でやりたいです。名前なんだ何ですか？亀のジオンです。亀のジオンです。よろしくお願いします。うん、立公演もまた見に来てください。皆さん。絶対リバイバルやろうね絶対やりたい。なんかあの7期の誰かの卒業の時でもいいからあのやりたい。 できなくてもその時でその時ぐらいはやりたいなって絶対思ってますそう周りの友達がジオンのこと褒めてて嬉しかったえー、やったー皆さんが見めてくださって冠ライブいいですね確かに確かにカメちゃんの夢キスいつか見せてない夢できそうなんか最初 この第2回の時のオーディションみたいなあの序列決める時オーディションやったんですけどその時に1番ってなってその時最初「夢でキスミ」って言われてたんで覚えてたんですよ覚えてたのになんか次の日ぐらいになんかユニット変更になりましたっていうので来て「えみたいな「<laughs> えみたいなで聞いたら年齢がって言われて「えー、って感じでした 千秋楽のしだれクラップどうだった昼も夜もすごかったですほんまになんか嬉しかったです楽しかったそれでもなんか結構アンコールのメドレー終わりのしだれ柳じゃないですかだからしんどい何て言うんですかしんどいぐらいの時の体力やったんですよしんどい体力の時にそれがあってうわーってなってなんかなりました <laughs> もうまめもうまったよやったーありがとうございますちゃんと送ってるので見てください4枚送ってます写真 <laughs> これ大事ですよみんな選抜とか選ばれるようになってセンターとか立つようになってオリックスとか大きな会場でウルビーやりたいめっちゃやりたいやりたい 初めてセンターやった時に絶対メキスやと思って見てた。そう、メキスいつかやりたかったです。<laughs> じもっちゃんとの TikTok この森の生き方を教えるねっての,のやつかわいすぎた。ほんまですかもっちゃんのあの、こういうやつが面白かったです。<laughs> 一生笑ってる、あれは。 昨日のババメの写真1枚目何送ったっけ ?1 枚目 ?1 枚目何やろうどのやつやろ魂のだれクラップ届いてたみたいでよかったほんまですか <laughs> パワーをくれるの嬉しかったしだれ柳たいマジで楽しいですねしだれ柳。けど新曲でもできる待って待って待って。 あできそうなんかできそうなところはありますよけどえどうなんですかね分からへんあ鬼の鬼のやつか鬼のやつそう鬼のやつ自分でなんか劇場で公演終わった後今日の曲リハーサルの曲を練習してたんですよそう なんかマネージャーさんが「これつけてみて」って言ってなんかつけさせられてそれで寝転んでたらもっちゃに写真撮られてました <laughs> 寝てはなかったです <laughs> そうクラップやっちゃうよ <laughs> やったー待ってますねじゃあ <laughs> 楽しみにしてます桃目撮ってるのバレた「うんやった!」 っってててくくださってる方が多くて嬉しいです皆さんまだ撮ってないよーって方もまぜひ撮ってください撮ってみてくださいうん？送ってるのでぜひ読んでください <laughs> ジフ一応メール毎日来るのでありありなんちゃら <laughs> 何やろうここの星の部分が一番大事 <laughs> そうマジでやりたたかった小磯のクラップ <laughs> 略し方すごいですねあの犬鳴村に死なんちゃらする怖さ牛首村近日公開手がいっぱい出てくる足の足が曲がる怖さどういうことどういうことどういうことかわからんけどその牛首村は見たいなと思ってましたも,もかちゃんと話してました。 えこれめっちゃ見たいよなっていうのを話してました <laughs> 苦戦しました新曲めっちゃ難しかった最初初めて見た時「何これ?」みたいな <laughs> 覚えるのが無理すぎましたあれを振りぶりだけで覚えろって言われたら絶対無理 <laughs> 絶対無理ジオンの「夢に色がん」 ない理由の表情大天才で、ほんまですか。やった。<laughs> やった。アニバーサルジオンはうち、うち、うちですよ。<laughs> あ、そう。モバメとかで、モバメと D. M.、MM、M. と。なんか、他いろいろで。ランバトルの愛と J. の投票をしているので。あ、J. は終わったのかな。 いや、わからへん。わからへんけど、投票がやってたので、投票やってるので、ぜひ、仮面のジオンに、ポチッと押していただけたら嬉しいです。<laughs> 選抜入りたいです。選抜入りたいし、CM も出たいし、したい、出たいです。あの、語彙力が、どうしよう <laughs>。毎日、 毎日来るのでありがたいありがたい感やったよかったですそうなんかいつも送ってるんですよ毎日毎日送ってるけどたまにあの送られない時があってそれがちょっとなんでって思っちゃいます <laughs> そうダンス曲ですダンス曲ですめっちゃ体硬いですジオ体硬いんでやばいです <laughs> 恋なんかとしだれ柳見てるとほんとセンター似合うなってもうほんまですかやったージョンのメール取りたいぜひ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 取ってください皆さんぜひ読んでください <laughs> 上司 J の2月分のあなうかじゃあぜひお願いしますぜひポチッとお願いしますウルビーアイドル 一番やって書いてたけどいかええー、ほんまですか見たかったですそのボードカメちゃんカメちゃん呼びちょっとじわりますカメちゃんのモブ目好きやよやったー最近モブ目撮りました待ってますはい待っててくださいそう <laughs> 写真も最近ポートレートで撮るのがハマっててポートレートで撮ってます <laughs> それのやつとか送ってます。 可愛い,いから、ちゅんちゃんの喋り方可愛い,いから好きでほんまですかほんまですか <laughs> ほんまですかちょ今日声がほんまにガラガラすぎて出へんのですよ出ないんですよ日本語 <laughs> 日本語がやった、返信も見てるんでぜひ返信も送っていただけたらお願いします NG じゃないですよ <laughs> 今バイト終わりましたあお疲れ様です声いつも通りかと思ってた「ほんまですか?あほんまですか」とか待ってっちったえー、めっちゃ声出ないんですよ今日、うん、めっちゃ低くないですかジオン <laughs> そうちっちゃい声とかで言ったらめっちゃ声低いですフフフジジ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 ジおテン きます。はじめまして、私チオテンています。えへへ、名前呼んでください。<laughs> モバメの返信っていつ届くの？いつ送んやろ？いついつ送ってくださってるかがわからないんですけど、ジオンはその日にモバメを送った、夜に送ったとして。 次の日の夜にの呼んでるんでそれまでには届いてますだから次の日の夜までには絶対届いてるんでいやあの故障とかしてなければ絶対届いてるのではい <laughs> 名前書いた方がいいええー。けど名前書いてくださってた方が誰かっていうのはわかりやすいです もう声、あれ、どうやって撮るんですかアフレコ。マジでなんか、みんななんか、綺麗に声入ってるじゃないですか。おすすめとかに流れてくるやつ。じゃあめっちゃ携帯の近くで、あの、ここの部屋で、ここボーンなんで、ここの部屋で大声で打ってたんですよ。行きまーすっていうのをめっちゃ言ってたんですけど、めっちゃちっちゃくてびっくりしました。<laughs> なんであんなに綺麗に撮れるのかがわからない。<laughs> どうやって撮るのかがわからへんかった。 うん、そう故障とかがなければちゃんと毎日来てます毎日届い,てはる届いてるはずです <laughs> そうマイクのボリュームマイクのボリュームなんかあるんですかうんー声変わりの時期じゃなくて多分あの暖房が家で暖房つけて鳴るんですけど。 あの二段ベッドでで暖房直当たりなんですよだからそれのせいやと思います <laughs> 多分それのせいやと思いますじちゃんの声好きやったー <laughs> 声声好きってすごい嬉しいです <laughs> 大声がかっこいいかそうマジで大声でやってたんですよほんまに棒の部屋なんかここは レッスン上の防音部屋みたいなところです乱暴のせいじゃなくてほんまなんですよもうこれは泊まりに来たことのある子に聞いたら分かりますよマジで直当たりだからマスクとかしてないとほんまにあれなんですよそう喋り方好きやったん <laughs> 声が出ない理由ジョンもその曲歌ってちょっと聞きたいですね 答え合わせするためさフフ <laughs> 19の新公演来てほしいですね皆さんに B2 の公演もいい公演になると思います絶対いや分からへんけどどんな曲を皆さんが待ってるのかが分からへんけど ジオンとか、みんな言ってるのは、いい、いいセトリーって思ってます。そう、なんか。B. 2なんで、元気系とかかな。け、七期、七期といえば、ゆみ、ゆ、夢色なイメージ、最近。ついてるんですよね。ポジションは決まってますよ。ポジションは決まってますよ。 目が好きです、そんまですかうぅ。ー <laughs> そう。二 <laughs> 回、二段ベッドで、暖房直あたり。え、そう、二段ベッドで、暖房直あたりなんですよ。あ、左柳か、確かに。左柳か、確かに。 けどなんか夢色を最近やりすぎて七期で七期とかでやってるしコアタンのセレモニーでも最後みんなでやったしそうギャルみギャルじゃないですよ <laughs> 全然ギャルじゃないですよほっぺが赤いここ熱いんですよあと暖色系のライトやから余計なんかな七期といえば何の イメージありますか確かに白根柳もいいですねそう初日もね初日も誰が出るかまでわからないんですよまだまだわからないですよ道具や筋入ってそうはしぬ <laughs> だいぶ面白いですねレッスンの時いつもポニテそうポニテですねポニテあのこのくるってしてるやつこのお団子 ポニーテールのくるるってしてしポニーテーテルのくくりかけみたいな <laughs> ところですねやつをいつもやってますジオンがももかちゃんに貸してたスウェットえあれかわいいですよねわかりますジオンもかわいくてよく着てます星空のキャラバン星空のキャラバンえそう夢色の立ち位置表コハタンが作ってたんですよ あの書いてるところ後ろの後ろの列ニコニコとかかわいかったですフフフ50分は早いじゃあランキングをまず読みますねいきます13位まっさんまっさんさん合ってますかありがとうございます12位ジーナちゃんありがとうございます11位ルカテンちゃんありがとうございます10位レイドさんありがとうございます 9位トップティのおしおさんありがとうございます8位ようじさんありがとうございます7位カルちゃんさんありがとうございます6位ケラーテンちゃんありがとうございます5位ミッチーさんありがとうございます4位レオッキーさんありがとうございます3位カイトさんありがとうございます2位マツさんありがとうございますそして第1位はじゃか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 じゃんキミさんありがとうございます ありがとうございます皆さんありがとうございましたそう予約っていうか時間とか入れてなかったのにたくさん来てくださってありがとうございましたそうまたじゃあ今日も練習頑張りますこれ次今からもまた TikTok も載せるので TikTok も見てくださいあとぜひまたモバメも見てい続けたら嬉しいし投票も ししていいたただけたら嬉しいです今日はいっぱい笑顔になれたよかったですゲリラ配信そうゲリラ配信でごめんなさい TikTok な毎回何回ぐらい、えー、一発撮りの時もあるし23回の時もあるしあのいっぱい撮ってる時もありますそういつから22時いつなんですかね多分15歳ん 未満が15歳未満が20時で16歳未満が21時で十高校生がこ十高校生までが高校卒業するまでが22時かなだから多分15歳になったら21時までできると思いますうん,、うん、うん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  そうあとまだ1年あるんですよ高校までそうまだ中2なんですあと1年もあるんですビ <laughs> 2ツビツスクショタイムそう暗いから全然あれやけど18歳になったら22時あそうなんですかうんどういうことやろう 多分ジオンがさっき言ったやつだと思われますやったはずわからないうんセブンティーンまだまだあと3年そう3年ですねジオン15の代なんで今年がだからあと2年半ぐらい <laughs> 多分たぶんさくちゃんと同い年はにゃサさくちゃん小6ですよまだランドセルー背負ってるって考えたら可愛いですよね ンは12です重い重いバッグを背負ってセーラー服を着て学校行ってます <laughs> そうです <laughs> そう中今年で15になる年なんですよランドセルは赤でした昔は <laughs> そう 一応も自転車乗ってますよ。<laughs> 自転車乗ってますよセーラーセーラー服着てるのもかわいいよほんまですかじゃあまたお話し会とかいつかじゃあセーラー服あの学校のじゃないけどセーラー服っていうやつもいつかできたらしますね。なので皆さんじゃあそうお話し会完売してうしかったんですけど追加がなかったので悲しかったです。いいつもな,いんですなんででですすかプンプン マジでマジでなんでですか何でジオンだけブスーツイカないんですかドンドンドンモノモウス <laughs> 年下が入ってきてどんな気持ちえ可愛くて年下の子大好きなんで嬉しいです <laughs> なんでなんでなんでそう <laughs> 悪いことなんかしてないですよ なんかなんかマネージャーさんに聞いたらなんか「えっ何分からへん順も分かんないんですよねなんか基準が分からへん」って帰ってきてそうピエンですただ次のじゃあ27の時に27枚目の時に2部からじゃなくて3部からやったら嬉しいなーみたいな思うんですけど <laughs> そう <laughs> 伝えててももらってもいいは笑うう、マジでそうみんなあれ追加してほしいみたいな言ってくださってて嬉しいです <laughs> ええー、そうだからなんかお話し会のえお話し会のを動かしてる人と NNB のマネージャーさんって違うじゃない違うんですよだから多分分からないんやと思います そうリアルお話し会もあるんで会いに来てくださいねそうウイルスが収まったらいいけどそれまでにうんうん確かにお話し会までの日が近いですよねここ今年じゃない今回は <laughs> そうなんですよあ五57分やわー 3分制限三部制時間制限ないですよ三部ジオンが10時からなんで10時から11時と11時15分から12時15分なんで全然まだまだ時間は余裕なんですよそうなのにどうして <laughs> どうして <laughs> そう次の時には増えてたらいいなって思います そのそれまでに絶対言いますよジオンは <laughs> 増やしてくださいってファンの方がたくさん「追加お願いします」って言ってたんでっていうのをそう言ってくださってるんでって「待ってくださってるんで」って言います絶対無 <laughs> 数追加での私服も考えてるえ考えてます考えてましたけど多分今回なさそうだようん悲しい <laughs> そうけど今回の話し会で来てくださる方はぜひ見てくださいぜひお話ししましょうリアル話し会もあるんでそうぜひ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 お願いします <laughs> 死ぬああありがとうございます皆さん また増えたらお願いします増えなかったら次の時かリアルお話し会で待っててください。<laughs> ありがとうございます皆さん。皆さんたくさん来てくださってありがとうございました。またジオンも見にんジオンにも会いに来てください私とョールームもまたやるんでぜひ来てください。 B2 の声もまたあるのでぜひ来てください <laughs> またではありがとうございました皆さん今日はたくさん来てく,くださって皆さんじゃあまたまた <laughs> Twitter とか SNS とかもやってるのでぜひぜひぜひ見てくださいモバメモバメも毎日送ってます あとうん TikTok も毎日載せてますあとは Twitter も送ってます <laughs> SNS やってるのでぜひぜひぜひ皆さん見てください <laughs> 犬神神姫、天神姫 <laughs> そう皆さんありがとうございました